選者を務めております永田和弘です。今年も全国短歌大会第24回の募集が今進んでおりますが、私も長く選者をやらせていただいておりますけども、これだけ豪華な選者陣を集めて全国から歌が集まってくるというのは本当にここだけですので、大切にしたいというふうに思っております。本当にね、歌っていうのは何が大事かというと、我々普通の人間に流れていく時間っていうのは気をつけないとすぐにその他大勢の時間になってしまって、ほとんど記憶に残らない時間になってしまうんですけども、歌一首作ることでその時間がその自分の人生の中のあるところに定着していくというか、その時間がつなぎ止められるというのがとても大きいというふうに思っております。私はこれまでに作った歌をまだ正確に数えたことはないんですが、まあ7000首はあるだろうと思っていますけど、自分がもし歌を作らなかった自分の人生を考えると恐ろしいという気がするんですね。やっぱりそんな虚しい時間を過ごしていた自分というのに多分耐えられないだろうと思うんですが、で私には多かれ少なかれ7000という時間が歌の中に定着している、これはとても貴重なことだというふうに思っております。もう一つは、我々、私も75歳になりましたけど、こういつも自分の時間っていうのは初めての経験で、初めて経験する年齢で初めて経験する時間であるというのがとても面白い。これはやっぱり歌の素材としては何を見ても面白いと思える、そこが歌の持っている力であろうと思いますし、歌を作ることで日常生活がまた違った面白い光を帯びてくる、とても大事なことであろうと思っております。そういうことを全国短歌大会にの作品として一首でも多くの一人でも多くの方々から見せていただくことを楽しみにしております。期待しておりますのでどうぞご応募ください。